です。はい。で、今日は普通に家にいるんですけど、で、今日やりたいことはまた大食いなんですけど、で、普通に家にいるんですけど、で、今日食べるものは韓国のラーメンを今日はまた大食い、また韓国のラーメンを大食いしていきたいと思うんですけど、で、今日大食いしてるものは個人的にすごいなんか見た目的にすごいめっちゃ美味しそうだなって思うものがあって、これなんですけど、これなんか真っ白なんですけど、なんていうのかな、これ。サリコム油麺って書いてある。サリコム、え？サリコムお油麺みたいなことが書いてあるんですけど、なんか見る限りすごいなんていうの？紅生姜のなんか黄色っぽいやつにトマトにネギに牛肉だよね。これ牛肉が入っててちょっと白い麺で薄味噌でちょっとなんかいい感じのだし系のやつだと思うので、僕そういう系のラーメンすごい好きなのでこれを大食いしていきたいと思います。ということで、牛肉入ってるほどそんなになんかサービス満点のインスタントラーメンじゃないと思うので、今日はスーパーでさっき結構でかい牛肉買ってきたので、今日はそれを一緒に入れて食べていきたいと思います。いつも通りとりあえずキッチン行ってきます。ということで、今キッチンに着いたんですけど、で今日用意したものをまず紹介するんですけど、さっき言ったこのサリコムお油麺みたいな、はい、とあとはカレーの動画でも登場したんですけど、この朝顔ビーフで、なんか極小豆粒、なんかよくわからないんですけど、まあ、これ買いました。はい、まあ、納豆なんですけど、でコーラですね。で今日用意したものはこんだけで、今からこれを全部作っていきたいと思います。まあ、納豆はなぜ買ったかっていうと、ただ単純に食べたかったからですね。っていうことで、鶏肉もあるので、こうやって牛肉もあるんですけど鶏肉も入れるみたいな感じで、すごいお肉パーティーみたいな感じで、はい、開催していきたいと思います。最近僕準備良くないので、お湯をちゃんと沸かしてないんですけど、今からちゃんとお湯沸かしていきたいと思います。でなんか片方でお湯沸かして、ちょっと聞こえるかな。今日の鶏肉の量はこんな感じですね。なんかそんなに量は多くないんですけど、ちょっとなんかこんな感じでいい感じに、はい、牛肉がもちろんあるので、今日ということで、お湯がちょっと沸くまでちょっと時間があるので、今日この納豆を今から食べていきたいと思うんですけど、お腹空きすぎて朝から何も食べてないので、今日顔見たら分かってくれると思うんですけど、ちょっと朝から何も食べてないので、僕やばい、納豆久しぶりに食べる、なんかご飯も最近食べてなかったので、麺生活みたいなこと勝手にしてるみたいな感じですが、麺ばっかり食べてたので、ちょっと今から食べたいと思います。やばい、全部食べちゃった。納豆食べあったらお湯がちゃんと沸き上がったので、ちょっと今から沸き上がっていきたいと思います。まず鶏肉から。歴史がありそうな見た目してるんですけど、よくわからないですね。なんでこんな寝れるんだ俺。かっこよくないこれ。なんか豚骨ラーメンかなっていう、豚骨ラーメンっぽい、すごいこんな感じで、いつも通り金の袋っすね。でなんか多分これが火薬で、これが麺、めっちゃ細麺ね、四角なんですけど、めっちゃ細麺じゃないこれ。うん、まずい。うん、まあまあ美味しい。ちょっと牛肉焼いていくんですけど、こっちで鶏肉以外の鶏肉を食べるのちょっと久しぶりすぎて、すげえなんかでちょっと待って、ちょっと待って、これやばい。お香りがなんかすごい、なんていうの、その牛骨みたいな、なんか豚骨ラーメンの牛バージョンみたいな、牛ラーメンが豚骨になったらこんな風になるんだろうなっていう感じで、すごいなんかイカみたいに、薄いイカみたいな。あ、目に入れた、目に入れてなかった、忘れてた。匂いも伝わってると思うんですけど、正確になんかすごいね、なんか豚骨ラーメンみたいに言ってる、豚骨っぽい牛みたいな、はい、牛豚みたいな感じで、牛豚骨みたいな感じ、すごいね、なんかね、クリーミーな匂いしてるんですけど、横からはすごいバーベキューやってるのかなみたいな匂いがしてきて、今すごいなんか混乱してるんですけど、すごいめちゃめちゃいい匂いする。風呂敷みたいに2枚重ねになってるので嬉しいですね。はい、多分経済的な問題でネギしか入ってないと思うんですけど、横に牛肉ちゃんと用意したので、そこら辺問題ないですね。ということで、めっちゃ美味しそうこれ、やばい。ちょっとだけ待ちたいと思います。ということで、見てこんな感じすぎてできたので、ちょっと待って、これ取れてる、これこんな感じで、なんかチキンラーメンみたいな、すごいなんか出来上がったんですけど、牛肉ラーメンがめちゃめちゃ美味しそうなので、ちょっと向こう行って食べたいと思います。ということで、とりあえず行ってきます。ということで、はい、作ってきたんですけど、こうやってやばくね、めちゃめちゃ美味しそう。なんかね、匂いはチキンラーメン風みたいな、チキンラーメンじゃなくて、なんていうの、牛肉チキンラーメンみたいな感じで、すごいよくわかんないんですけど、あとなんかバリ方にしたつもりがすごいバリヤバになっちゃったので、まあなんていうかわかんないんですけど、で今から食べていきたいと思います。すげえ美味しそう。すんだよね。やべえ、めちゃめちゃ美味しい。やばい、これは本当に美味しい。うん、これどんな味かっていうと、甘くてしょっぱくて辛くて、豚骨感がすごい、豚骨ラーメン感がすごい。牛肉って言ってるんですけど、商品名では豚骨感がすごい。ちょっともう一回、やばい、わかんない、説明できない。うん、
正直今までで食べてきたラーメンの中で1番か2番目ぐらいに美味しい。本当になんか牛肉っぽい豚骨ラーメン。それしか言えない。なんかなんて言うんだろう、なんかインスタント麺の豚骨あるじゃないですか。すっきりさせた感じ、すっきり。うん、めっちゃ美味しい。待って、牛肉食べよう。牛肉、牛肉麺だけに牛肉っていうことで、うん、うめえ。めっちゃ美味しい。牛肉にはやっぱりコーラ、コーラ？やべえ、美味しい。牛肉入れたからだと思うんですけど、めっちゃくちゃ美味しい。鶏ちゃんもいるんですけど、これ鶏肉も。なんで鶏肉入れるか、入れたかちょっと自分。なんて言うんだろう、ちょっと塩コショウ感がすごい強い。塩コショウ感がすごい強い、なんかチキンラーメンみたいな。チキンラーメンじゃ、間違った、じゃあ豚骨ラーメン、豚骨ラーメン。ちょっとでかいの一発いってみる、でかいの。熱々っていうことで、あっステーキ、ちょっとさっき味付けするの忘れてたんですけど、スープにすごいなんかいい感じに塩気があるのでちょうどよくなってる。まあそう言い聞かせてるだけなんですけど。なんかだから本当にちょうどいい。なんか豚骨ラーメンがちょっとなんかくどいとか、なんかちょっと臭みというか、なんか気になるって人は多分これ食べたら発狂しちゃうんじゃないかなっていうレベルで美味しいですね。うん、なんか味がすごい控えめなので、お酒飲んだ後にすごいいいなみたいな思ってるんですけど、よくわかんないですね。はい、正直。なんかすごいお味がすごいシュッとしてる。全然くどくなくて、一切くどくなくて、まあ、どんだけシュッとしてるかっていうと、なんかダウンタウンにいるなんかサラリーマンみたいな、はい、キリッとしてシュッとしてますね。はい、エリートみたいな感じで、無駄なとこが一切ないみたいな感じですね。うん、なんか麻婆豆腐の豆腐の味がする。ちょっとだけすげえ甘くてしょっぱくなかった。よくわかんない、味覚がおかしいのかわかんないですけど、あんましょっぱくなかった。うん、絶対このお汁美味しいね。ちょっとお汁飲んでみる。あっつ、やばい。びっくりした、今レベル違いのやつ買った。ちょっと待って。あー、なんだろう、わかんない、わかんない。海の中にいる牛肉みたいな感じですね。お味的には、想像的にはなんか海っぽさもあって、なんかすごい牛っぽいみたいな感じですね。はい、うん、うん、このトライアングル最高っすね。この牛肉麺コーラみたいな、なんか北斗七星みたいな感じで、すごいなんか牛肉食って麺食ってコーラみたいな、牛肉麺食っての、うん、やばい、めっちゃきつくなってきた。いや、味が薄いんですけど、ちょっとねお腹的にやばい。うん、めちゃ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 おさ、うん、とりあえず鶏肉全部食べる。うん、まあ、なんだかんだステーキが一番美味しいですね。牛肉のステーキが、はい。これが一番美味しい。うん、美味しい。めっちゃ腹いっぱい、やばい。うん、やばい、めっちゃきつい。めちゃめちゃお腹いっぱい、本当に。麺食べる、麺、牛肉は絶対食べるね。麺頑張る。あっ、下唇がめちゃめちゃ熱い。見て、麺食べあった、やばくない？多分麺全部食べあった。で、さあ牛肉食べれる。なんか偶然ここにしよう。かけすぎた。うん、うん、ふん。ちょっと最後のお汁、すごい優しい、優しい味。こんなに優しいんだみたいな。え、こんなにあなた優しいのっていうぐらい優しいですね。はい、味がね、味が。はい、こんな感じでラーメン全部食べられましたね。ステーキもめちゃめちゃ美味しかったので、甘くて、ちょっとだけ休憩します。
ということで、キッチンさっきで食べ終わったんですけど、めちゃめちゃ美味しい、本当に美味しいので、ちょっと本当におすすめしたいですね。これだけは今まで食べたラーメンとはちょっと違うんですけど、なんていうのかな、すごい控えめな味なんですけど、癒し系ですね。まあよくわかんないんですけど、みんな食べても美味しいと思うような味なので、買ってみてください。で、食べるときは牛肉をプラスすると多分もっと美味しくなるので、麺買って牛肉も買って一緒に食べてみてください。よかったらインスタグラムとツイッターフォローしてくれるとすごい嬉しいです。ということで、もう何もないので終わりたいと思います。